みなさんどうもピーマンです。今回ドラゴンクエストビルダー実況3回目になりますぞい。今回も第1章メルキド編をプレイしていくのでね、前回の実況でこちらみんな見てよ、このね2人目の住人ロロンドが仲間になりましたよ。めっちゃ変なキャラクターでね、こんなんだったら仲間したくなかったなっていうのが本音なんですけど、今このロロンドンクエストが出てるんで、ちょっと今回はロロンドンのクエストをやっていこうかな。あ、本当だよ。嘘つくわけねえだろ。信用してくれよ。頼むからよ。伝説の存在？いや、知らねえけど。俺、伝説、いつの間に伝説になってたの？なんなの？ここの住人、ちょくちょく俺に暴言入ってくるよね。いじめかな？本当、やめてしまいたいよ。おう、キメラいたね。前回も戦ったんだよ。まあ、戦ったというか一方的にやられただけだけどね。もしやこれは、やめて。まさかのパターンじゃないの。うん、キメラの翼だよね、おそらく。ってことはキメラ倒せってことでしょ。あんなん倒せんの？めっちゃ火吐いてくるけど、無茶ぶりだろお前。いや、知ってるよ。行きたくねえよ。知ってるから行きたくないんだよ。マジで？これは今回難しいかもしれないな。これはやっぱちょっと傷薬とかたくさん作っておかないと、ほんと前回キメラと戦った、戦ってはないんだけどね。ほんと一方的にやられたっていうのが正解なんだけど、めっちゃダメージ食らったからね、キメラ火球吐いてくるんだよ。火を吐いてくるからね。スライムとかドラキーレベルなら今のね、ピーマンでも普通に倒すことはできるんだが。まあでもしっかりとね、あの傷薬さえ作っておけばやられること、いややられるな、一発で死にそうなんだけど、やめてほしいね。キメラ先ほども出てましたけど、この岩山のとこにいますからね、もうたくさんね、気持ち悪いくらいにいるから、そんないるっていうくらいいるからね、ちょっと様子見に行こうかな。まあ一匹だけならほんと勝てるからね、ほら早速いるね。待ってるよね、完全あそこで、一番上で。一匹だけこれ、うわぁ、いかん。うわぁ、三匹、何これ、怖い。行きたくねえ。これ、一匹だけならいけないこともないけど、三匹相手になったらもう本当にいじめ、ただのいじめ動画になるからね。それだけは勘弁願いたいんだよな。これ、武器とか今現在作れねえのか。あそこにいるね。あ、一匹いる。一匹いるけど、まだ挑めない。とりあえず、まあ、空腹もまずいしな、いろいろと準備しよう。あ、なんか武器と防具作れるようになってるね。ヒノキの棒じゃなくて、コンボっていうのがあるよ。あ、これを作れば、いけるかもしれない。太い枝2本で作れるね。いや、作ろう。これだとキメラ、かなりダメージ与えれるんじゃないかな。作りましょう。コンボができたぞ。コンボ1個作った。イエイ。で、これを装備し、そして、あ、間違った。アイテム使っちゃった。まだ操作慣れてないっていうね。コンボ、これだ。攻撃力は5。ヒノキの棒は1だからね。で、これでオッケー。イエス。おう、おほほ、太いね。これトロルが持ってるあれじゃないか。だよね。ほいで、傷薬、これはもうたくさん作っておかないとね。まとめて作ろう。8個、これはあればいけるだろう。で、今1個持ってますから合計9個だよ。イエス。準備はできたぞ、みんな。挑もうか。挑んでみようか。の前に空腹を満たしていこう。もぐ。美味しいな。全然満たせねえよ。これをマックスにしておかないとね、万が一の場合もあるし。あ、食って。めっちゃ食って。まあ、いいか。これでいいか。よし。行こう。とりあえずスライムちょっと試してみようかな。どれば効くのかっていうね。どれくらい効くのかはちょっと。一発。はい。おぉ、強いわ。スライム2発か。キメラだと何発だろうな。やめろ、てめえ。俺何もしてねえだ。バカか、お前。やっていいことと悪いことわかんねえのか。こっち何もしてないの攻撃してくるっていうね。ボコボコにしたったわ。消滅さしたったわ。なんで骨落ちてんだ、これ骨怖いんだけどね。このビルダーちょくちょく骨あるよね。もうやめて。ホラーゲーになっちゃうからね。俺やりたくねえんだよな、ホラーは。ドラクエにホラー要素求めてないんだ、俺。この上だよね、キメラがいるのは。よっしゃ。でも3匹いたからな、この上、ちょっと待てよ。さっき1匹だけいたやついたよな。あそこ行った方がいいと思う。3匹に囲まれたらほんともう、燃えて死ぬよ。俺一番嫌な死に方だからね、燃えてただただ死ぬっていうのは。
これヒノキの棒、やっぱ破壊できないね。棍棒でも破壊できないんだ。まあ、特殊なアイテム必要になるね。ツルハシ的なものが。ゴー、ゴー、ゴー。しゃ。上がってきたぜ、みんな。ちょっと待てよ。まだ上がれてないな。ここ。腹立つな。おい。よし、上がってきたよ。え、でもいないね。あれ、先いたと思ったんだけどな。あれ、いない。いないのなら、いないでいいんだけど、いいことねえけどな。倒さないとダメだからね。あら、違った？あ、いる！わー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 、みんな見てよ。2体固まってるね。あ、あそこ1体奥にいるわ。あ、待てよ、バラバラになってるかな。後ろいないよね。後ろから不意打ちないよね。うん、後ろは、いない。よし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 。こっち来い、君らこっち来い。うわぁ、あ、あそこ下いるじゃん、下。あいつ倒すに行けばいいんだ。別に上のやつ倒さなくていい。まずい、夜になっていってる。まず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 い。とりあえず早く倒そう。おぉ、4のダメージ、そんなのどっちでもいいんですよ。カモンカモン、来い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 。のののののほら、火球来たよ。危ない危ない危ない。すごいやつ来るね。ほら、ほらほら、ほらほらほら。ほらほら、あとちょっと、なんで当たらねえの？イエス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 、倒した。よかった、そこまで強くなかったね。キメラの翼をゲットしたい。拠点までワープする。こういうアイテムだね。あ、そこまで強くなかった。ごめん。俺が勝手に過大評価したパターンだね。めっちゃ弱えじゃないですか。とりあえず、まずは戻ろう。キメラの翼はゲットした。ゲットしたのはいいんだけど、夜になってるからね。夜になると、とてつもない魔物が現れるはずだ。恐ろしいからね。まあ、第一章だから、そこまで強い魔物は現れないにしろ。まだ一回も死んでないからね。まあ、実況三回目にして一回死んでるっていうのがおかしいから。そんな早く死ぬ人いないからね。ほら、もう恐怖の BGM に変わってるよ。スライム夜行性じゃないんだね。毎回寝てるよね。モンスターなら働けや、お前。なんか親分的なものに怒られるぞ。プレイヤーの見えないとこで寝てほしいわ。寝てたら攻撃したくなっちゃうよね。罪のないスライムですけど。よし、とりあえず帰ってきた。ほんで作ればいいんだ。キメラ、あー、うち、全然足りないじゃないか。それは1個だけじゃ作れんわな。とりあえず寝ましょう。もう今夜は寝よう。今夜は寝るのが一番。俺勘違いしてた。1個だけでいいのかと思ってた。あ、寝てるね、ピリン。襲っちゃおうかな。変態だね。お、おっさん！おっさん、何人のベッドで寝てんの？こいつバカかよ！何しとんの？俺寝るとこねえじゃねえか、お前。ふざけんじゃねえよ、お前。許可取れや。もうここにベッド置こう。クソじじ、腹立つな、ロロンドとかいうじじ。ねえ、何勝手に寝てんの？許可した覚えねえけどな。3人で寝ましょう、もう。はい、オッケー。腹立つわ、本当に。あれ、俺のベッドあって探しちゃったもんね。あれ、どこ行ったんだっていう。じじい、起きろ、てめえ。おい。おお、どこだ、すぐ起きんの。キメラの翼を作るには、キメラの羽が5個必要になるからね。1個だけじゃ、そりゃ作れんわな。5個ってことは5体倒さねえとダメってことだろ。もしかしたら、1体が2個、3個落とす可能性もあるかもしれんけども。5体か。まあ、でも、先戦ったけどね、弱いからね、やっぱ棍棒作っておくべきだね。棍棒さえ作っときゃいけるわ。相手の攻撃力も高いからね、うわ、いるんですけど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 。逃げようとした自分がいたね、今。うわ、強い強い強い。オッケー、レッツゴー、イエースイエースイエース、2個目ゲッチ。ありがとうございます。ありがとうございます。俺が勝手にね、もう課題評価してめっちゃ強いものだと思ったら、そこまで強くないっていうね。戦ってみないと、実際戦ってみないとやっぱ分からないね。でも火入ってくるからね。火は怖いよね。生物として火はやっぱ恐れちゃうよね。うん。オッケー、ゴー、レッツゴー、いただきました。3つ目、簡単だわ。はい、次、上にもいたな。あと2個だぜ。あと2個でキメラの翼が作れるんだ。どこにいた？あれ？上にいたはずなんだが、いたね。上からドーン、当たってねえし。何この、何このグダグダ。角はめ。めっちゃ角をはめてる。ごめんね。はい、これで4枚目。あと1体。どこにいる？どこでも来いよ。あ、いたいない。あっちの奥いるな。あっちの奥行くのめんどくさいから、この近くにいてくれたらいいんだけど。あ、いた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 。2体いないよね。1体いた。絶対でも、1体だけで倒せるのは。あ、どんどん火来る火来る。あぶれ、すごいな、お前。すごいもんしてくるね。はい、はい、はい、レッツゴー、いただきました。はい、これで5個集まったぜ。ふぅ、イエーイ。しゃ、戻ろ、戻ろ、戻ろ。こうやって遠くから見たらもう街とは言えないものだけどね。毎回実感するんだよね。帰ってくるたび、これ街なのかと。ボロボロじゃねえかっていうね。はい、ほんでこれで作業台でキメラの翼を作る。はい、作れるね。5個あれば作れますから、1つね。はい、作ります。作ります。
でれれれーん、キベラの、あ、3個あ、1個作ると3個手に入るんだ。そういうこと。レッツゴー。おい、ロロンド、すごい勢いできたな。でかしたぞ。でかしたよ、本当に。俺すげえだろ。納得してくれた。割かし、いい人だね。そういうこと。二つある、一つでいいだろう。俺はそんなねえよ。ゼロだよ、俺は。何二つって。うん。華麗なる復活。無茶言うんじゃねえ。一人でやれ。おー、まあそういうことだね。うん、一つ目はどうでもいいけど、二つ目はやっぱ気になるもんね。巨大なゴーレムが町の守り神として存在してたはず。それは初見で初めて聞いたね。ゴーレム。ゾッとするね。なんかゾッとするね。これから戦うこともあるのかな。大爆笑じゃないですか。ドン引きだわ、お前。大きな声出すのは魔物寄ってくるだろう。スクエストコンプリート、ありがとうございます。いや、今回のクエストはわりかしむずかったこともない。でも初めてキミラを倒したからね。イエーイ。オッケー、じゃあ今回の実況はこれにて終わりにしたいと思います。初めてロロンドのクエストをプレイしましたが、わりかし無茶ぶりだというね、キメラを倒してこい、無理だボケーと言いそうになったんですけどね。まあ、倒せて初めてのアイテム、キメラの翼も作れたんでよしとしましょうよ。今んとこね、住人は2人、次回の実況じゃもしかしたら1人増えるかもしれないね。ピリンのクエストをプレイしていきますので、次回実況4回目のお楽しみに。グッバイ、また会おう。